ゴホーナテ第4です。初日最後の A 級予選競争スタートです。スタート7回持っている6番静岡黒瀬浩一が S を取りに行きましたか。先頭に間もなく追いつくようです。5番の加藤健一が続きます。1番の安谷雅史、2番の友永龍介1車下げます。5番手から3番の宮倉勇が上がって、2番手から5番の加藤健一も上がります。南関東本線は前受けです。6番手に7番木村勤、4番の沖縄ラモス陽が7番手です。中四国勢が後ろ攻めで、沖縄勢が中段で、これからラインを形成するようです。人気を集めた5番の加藤健一です。バック15本、逃げだけで10回の連帯内容、直前の静岡で2勝しています。番手3番の宮倉58期大ベテラン、まだまだ健在です。3番手を今季2班に復帰した6番の黒瀬浩一です。前々走の松戸で勝ち星です。4番手から4番のラモス陵、沖縄113期こちらはバック11本持っています。同県1番の安谷雅史、前々走小倉で勝ち星です。後ろ詰め6番手からこちらはバック15本持っています。山口101期の2番の友永、番手は7番徳島の木村であります。中四国2社、3つのラインの先頭選手自力3人がいずれもバック本数が2桁、流れ次第では叩き合いも辞さずの構えか。まずは6番手友永からレースを動かします。ラモス陵の横通過、本線の加藤健一か、南関東勢抑えに行きます。3周回目の1コーナー、5番の加藤が内側3番手のうち、外から4番ラモス陵が蓋をします。3番手4番手が並走状況、ラモス陵はどうするか。安谷は連れて沖縄勢が打賞3コーナーで先行体制。5番の加藤は5番手、人気の加藤、ここは先手が取れないか、幕に構えるか。友永の叩き合いではなく幕に構えるか。打賞次の4コーナー一気にかますか。5番の加藤義、2番手安谷激しく抵抗、沖縄勢の激しい抵抗だ。最終1コーナー難関3番で6番の黒瀬がやや離れかけて、前は5番の加藤、3番宮川できて、1番の安谷はシビアに切り替え、3番手ここは本戦決着濃厚か。6番の黒瀬が4番手、3コーナー5番手から2番の友永枕が車は飲めない。6番手から7番木村が切り替えてくる。4コーナーが直線に帰ってくる。5番の加藤先頭、加藤先頭、5番の加藤が押し切って今ゴリ。5番3番1番の模様、加藤健一。3レースまでは後輩と続きましたが、この4レースはどうやら2車単3連単本戦で決まったようです。力強くねじ伏せた加藤健一、3番宮倉、本戦南関東勢。最終バックでラモス4番から切り替えた安谷、3番手が追い込むも3着まで。人気3車5番3番1番加藤健一、宮倉勇、安谷雅史です。決定放送お待ちください。第4レースでした。